説明してやろうか、誠治。ん？あのトレノがプロジェクト D にとって一番嫌な敵だと言った意味を。ああ。俺たちがランヤブで峠を走る時のイメージは、基本的に WRC のドライバーみたいな走り方を理想として考える。コーナーの入り口で大きめの用を発生させ、ドリフトさせて曲がる。ラリーという競技の性格上、ああいうスタイルは理にかなっていて、安全だからなんだ。ステアリングがきっかけを作るだけで、アクセル主体に曲がるスタイルってことだろ？その方が安全なのか？安全マージンがあるということは、その分どこかにロスがあるということでもある。フローズされたサーキットを走るドライバーは、そんな走り方はしない。ビシッとグリップさせてタイヤの性能を無駄なく使う方が早いからだ。だが先の見通しが効かない峠ではラリースタイルの方が有利だと信じてきた。峠で速いドライバーはほとんどがそんな走り方をする。藤原も例外じゃない。むしろ積極的に車を振り回すドライバーだ。しかしサイドワインダーの86は違う。待ってくれ、教師。話が難しくなってきた。こいつの頭では無理か。全て仮定の理論の上の話だ。複雑なレイアウトで先の見通しが効かない峠をサーキットのように見極めて走れるドライバーがいたとしたら、常識では考えられないほどコースを熟知したドライバーがいるとすれば、北関東最速と言われた藤原匠のドリフト走行はあの地味なグリップ走行に勝てない。わかるだろう。これは構造的な問題なんだ。そうなのか。くそーと言いつつ全然わかんねえ。